そう、そう、大声じゃないです。大声ダイヤモンド。怒られちゃう。つつりさんありがとう。ゴキブリ、結構ゴキブリ見たわ。そういえば聞こえん。もういいかい。だからかくれんぼしないで。今日涙袋がいい感じなんですよ。聞こえますか。今出ていきましょう。だから新感覚配信、新感覚配信。髪の毛やばい。乾かす、乾かしない今日。おやじさんありがとう。おはようございます。おやじさんありがとう。静岡じゃないよ。そう、おやじさんありがとう。あんたそっちだから。どうそっちじゃないですけど。耳壊しに来てないですよ。クーさんあとありがとう。ラピちゃんありがとう。宮島花火大会行きたい。行きたい、行きたい、行きたい。おすしさんたるもありがとう。おかんかばあたありがとう。ちなみに、打ち上げ花火は、打ち上げ花火、あ、なんか ASMR みたいなさ、感じだよね、これ結構。ちなみに、打ち上げ花火は、ヘリコプターから見たいですよ。贅沢贅沢。あ、そういうこと。バズーカでドーンって鳴ってる人にならず怖い。なんかいいな、なんか、まあ、今日はだけです。こんな意味のちょっとよくわからない謎のコソコソ配信。ベリさんお疲れありがとう。バズーカ、変な感じじゃないです。なんか ASMR のさ、でもさ、一つ言っとくのはさ、あのさ、普通にさ、お仕事だから、あの、なんか男のさ、人の家にいるとかそういうのじゃないからさ、勘違いしないでよね。普通にさ、普通に違うから、よろしく、よろしくって感じです。ライオンさん、なおにありがとう。ヘリコプターから花火見たらさ、花火が当たるよね、多分。セレブになりたい。事務所楽しみにしてる。ここへ配信もしません、今日だけです。鼻息悪いの。やめて。なんか犬みたいじゃん。なんか今日誰たらしてる犬みたい。地球組内緒話、こそこそ、ここだけの話。井出かなうちゃん
お風呂3時間入るらしいよ。いいよな、嘘ですけど。事務所に ASMR 用の後期、私 ASMR したいくて、私しなこちゃんさんいるじゃん、子供に人気の方と将来一緒に ASMR の YouTube を撮ることが将来の夢です。悪さしない、生体痛めてないよ、めっちゃ元気。もう今から大声出したいぐらいの気持ち。修学旅行で夜中先生に見つからないし明日も早いけど、あ、間違えない、間違えた、でも明日は普通に夜配信するよ。普通にするかは普通に明日の気持ちっていうかかなの眠さ加減次第だけど、普通にするともうわからない。伊藤さんありがとう。見て、下から目線やばくない？めっちゃかなうさ、いつもさ身長が下だからみんなからこういう目線で見られてんの、こうやって。でみんなはさ逆にさ、かなう遅くって上から見てるからさ、こうやって見てるでしょ。ちょっと一重みたいだね、なんかこうやってやると。みんなが見てるかなうはなんか真正面から見るかなうと違うから、真正面の方が可愛いから多分。いとしさんだるまありがとう。アイドルがうどんと違ったら疑われるそうだから、一応言っとく、違いますよ。普通に勘違いしないでね、みんな。なおにゃんどるもありがとう。彼女か、違うわ、そこ毎回気にする。だってファンの皆さんに心配をかけたくない。普通にこんなアイドルは嫌だ、嫌だ選手権、こんなアイドルは嫌だ。ファンに心配させるアイドルうちやん。本当にすいませんでした。最近はなんか病んでるような配信してて、病んでたけども元気です。インズさんありがとう。クリスマスには自然に配信それは普通にさ、家族でクリスマスパーティー楽しんでるだけだから大丈夫だと思う。普通にさ、そんな怪しむなくてもいいと思う。マジでうちも普通に家族大好きだから、結構ね、人間ってみんな家族大好きで、家族とパーティーしたいっていう考えの人もいるから、普通に、まあ、できたら普通に配信とかでパーティーしたいですね。なんでこそこそ話、ここだけの話だから。インツさん、スケモンさん、加藤さんありがとう。シャワー1時間、水道代の無駄です。8月24日の私、はるちゃんありがとう。ラブレターオーツアットさんありがとう。はるちゃんオーツアットさんありがとう。みんなに問題、かなうは今足をどうやってどういう形してるでしょうか。やばい、声どんどんでかくなっちゃう。マジで自分の悪い癖、うち声でかいんだよね。こんな小声でいられるのがすごいと思う。なんかさ、うち結構声のムズムズしちゃうから、声出せないとなんかもう気性発したくなる。普通にマジ喉が今結構うずうずしてる。うわ、普通に喋りたい。ゲップしませんよ、普通にアイドルだもん。ゲップ出ないよ。マッピナピさん、オツアットさん、インドラさんありがとう。コスコス結婚しません、普通に。ガジサクの絵待ってみたい。ガジサクさん、お風呂10分正解です。ベビー旅行きたいです。腹話術じゃない、告知覚えてよ。わわわわ、あ、やばいやばい顔ついすぎた。カナの顔見せてないもん。ライモさんありがとう。その目で見る、こうやって。一論、やばいやばいやばい、やば、一覧で怒られたくない。入れカナがみんな上から見てね。あ、真ん中から見た方がいい。ビジュはいい。電子機さんだるまありがとう。身長145センチ。そしたらさ、じゃあ真正面から見れて、一番カナの可愛い顔が見れるからいいと思う。一番その身長。一覧で喉やられてない。どういうことやられんの。電子機さん、ガンちゃんもありがとう。電子機さんもだるまありがとう。マクさんは大
いてません。女の子でもそう思う。ちょっと15分で終わるからこのまま行くよ。高木さんからありがとう。15分だった。みんなとお別れの時間を来てしまった。普通にちょっとキモいこと言わないで。一郎なんかちょっと聞いてると癖になる。やっぱりさん、わかからずありがとう。